はい、始まりました。気になるマネーセンス、日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について投資家目線でお話していく動画です。ナビゲーターの小林です。はい、マネーセンスカレッジの浅野修司です。はい、今日のテーマは、老後資金に使えるリバースモーゲージとは、ということでお話ししていきたいと思います。なるほど。はい、まあリバースモーゲージ、はい、つい最近ですね、新聞にも載ってたりしましてですね、リバースモーゲージ広がるとか、ということで意外と注目が集まっているんではなかろうかと。まあ両者も多くなってるとも聞くし、はい、伸び悩んでるとも聞くし、ね、そうですね、なんとも言いませんが、まあただ一時期っていうか、もう全く知らないっていう方もいらっしゃるし、一時期からすればまあある程度は広がってるのかもしれないですね。そうですね、一応取扱金融機関が、まあ10年前から比べると20倍ほどに増えている、まあそうですね、メガバンクも全部扱ってますし、はい、扱ってくるみたいで、はいはい、で推定の融資総額が1200億円と、まだそんなもの、まあ、一番シェアが大きいのが東京スター銀行。ああ、そうですね、はい、ここがおそらく国内シェアの8割程度。ああ、そうなんですね。で、資産融資総額が1200円程度と書かれておりましたので、そんなもんですね。そんなもんですかね。まあ、老後2000万問題が起こってから、はい、老後資金どうしようかっていうところでね、いろいろお悩みの方もいらっしゃると思います。はい、その中ね、自宅に住みながら老後資金も手に入れられる、すごい夢のような、そう、甘い罠がもしかしてはびこる可能性があるんじゃないかとっていうようなお話ですよね。はい、リバースモーゲージ、まあ一言で言えば、まあ結論から言うと、あんま安易に飛び込まない方がいいですね。お、一応そのメリットももちろんそういうのはあるんですけど、デメリットもいっぱいあって、はい、うん、でその中でやっぱり一番重要なのは、自宅に住み続ける必要があるのかっていうところですね。非常に、そもそものところで、だから結局ファイナンシャルプラン、ね、ライフプランなんですよ。まあそこら辺が、まあ僕自身が言っているその持ち家反対の理由で、子供も全部巣立って夫婦二人になったし、老後ね、次の住処として、悠々自適に過ごそうかと言ったところで、まあいろいろお金の問題があるというところでしょうね。はい、今まで家族3人4人5人で住んでた家に2人で住む必要があるのかどうかも、私自身は正直なところ疑問もありますし、まあ非常に使ってない部屋が出てくるでしょうね。まあ住み慣れたところっていうのは確かにありますよ。僕自身が寝なし草なのか、だからね、皆さんとの価値の共有ができないのかもしれないですけども、まあそういうような意味合いがあるかもしれません。ただまあそこの点はご容赦いただきたいんですが、まあ正直な話、その一箇所でもね、別にその同じ町内でも別にどこでもいいでしょうし、で実際なんか介護付きとか老人ホームとか、そういうようなところに行くときには引っ越さなきゃいけないわけでしょ、覚悟の問題だっていう話も僕の中にはあるんだけど、それはまあちょっと置いといて、はい、でまあリバースモーゲージってそもそも何かっていうことなんですけども、まあそれに類似したサービスも踏まえて、ちょっとお話をしていきますけども、はい、まずリバースモーゲージですね。はい、リバースモーゲージ、もう言葉通りなんですけども、逆住宅ローンです。おはい、今まで住宅ローン、まあ家を保有する、買うっていう場合は、まあ、家を購入したそれに担保を設定して、で銀行からお金を借りて、でそれを返済していくっていうことですね。そうですね、まあこれはもう多分お分かりだと思うんですけど、うんうん、これの逆で、まあ例えば老後60歳以上の方をまあ想定することが多いんですけども、老後になってもういわゆる住宅ローンもうすでに支払い終えているっていう状態の時に、この家は資産としてありますよね。だけど現金がない、まあもしくは年金でもらってもその現金がない、でその生活するのにとか、まあそういった時にお金がない。だけども家はある、まあある程度まとまった資産ですよね。うん、僕は資産って言ったらかもしれないですけど、まあそこには異論がありますが、まあとりあえず置いときましょう。はい、まあいわゆるその評価ができる、はい、資産評価、まあ金銭的な価値がある。だけど今の日々の生活が必要なので、じゃあこいつ売ろうかってなると、今度売ったら自分は住めなくなるわけだから。そうですね。でそこにまあもどかしさがあったわけだよね。うんうん、でそこをこの家を売るんではなくて、うん、この家を担保にしてお金を借りる。逆だよね。うん、なるほど。で、逆にして、で、お金を借りるんだけども、その借りるのも、まあ、一括でもらうこともできるし、年金のようにもらうこともできるし、自分が必要となった時にもらえるっていうのもあるんだけど、それぞれ、その一括受け取り型、年金受け取り型、極度額型っていうのがあって、それぞれもらい方が選べるんだけど
ども、はい、まあ基本的には今の想定で考えると、まあ年金的なようにもらうっていうのが主流の使い方なのかなというふうにも思います。まあそういうニーズの方が多いかもしれないですね。まあそれとかも今、もうまさに今、介護老人ホームに入らなきゃいけなくて、うん、一括金が必要なんだけど、払えないというような場合、僕は売っちゃった方がいいと思うんだけど、確かに。そういうの、でもまあこの家は、例えば相続させたいとか、うん、ずっと家に住むとかっていうようなところがあったり、まあ他の人が住んでたりとかっていうようなところもありますね。うんうん、まあそういったところで、まあリバースモーゲージのある。でいろいろ条件が決まっていて、うん、で結構厳しいんですよ、うん、まあ普通のローンから比べればまあそれほどその収入とかそういう制限とかまあそこら辺はそれほど厳しいものではないんだけど、例えば一番重要なのはその住む人ですね。住む人、うん、まあ、いわゆる配偶者のみっていう、はい、うん、いわゆる夫婦以外には住めない。ああ、その家にってことですね、これは未来永劫住めないので。未来永劫、だからその契約が終わるまで。ああ、そうです。子供が帰ってきてそこに住むってこともできない。絶対できない。あ、できないんですか、はい、だからまあそういう意味ではちょっと自由度は少なくなるよね、うん、確かに、うん、だからまあ制限の時は後でお話しますけど、うん、デメリットと言いますか、うん、まあ注意地点がありますよね、うんうん、で、まあ、そもそも論的に言うと、まあ、これ借りてるものなので金利が発生するんです、うん、まあそうですね、住宅ローンで金利が発生し、リバースモーゲージで金利が発生し、大変ね、金利払ってね。死ぬまで金利を払い続けと。で、僕自身がいつも常日頃言っているのは、うん、金利利回りってもいいですけども、うん、金利以外の部分も全部含めてね、うん、利益を上げるっていうその利回りも含めて、資本主義社会において2つの立場しかいないんですよ。金利を払う側か、うん、金利を受け取る側か、うん。金利を受け取る側がお金は増えていく。うん、金利を払う側はお金は減っていくんです、うん、まあ、単純です。単純で分かりやすいよね単純ですけども、はい、だからもう両方とも行きも帰りも払わなきゃいけないんで。おお、なるほど。だからその人生設計においてもう失敗しとるよねっていうことになる、うん、ということはまあ結論、まあ、さらになる結論から言うと使わない方がいいよねと。使わないで済むんであれば使わない方がいいし、うん、使わなきゃいけなくなったっていうその今の事実しょうがないけども、うん、しょうがないけども本来だったらそれを使わないで済むプランがあってもよかったねっていうことですね。あ、そうですね、はい、っていう動画で終わっちゃうとちょっとちょっとあれかもしれないですね。まあ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 、そうですね、はい、そうですね、はい、でじゃあリバースモーゲージどういう問題点があるのかですけども、はい、実際にこれ担保を設定して、うん、じゃあまあお金を借りて毎月もらったりするんだけども、じゃあこの返済どうするんだってことになるね。そうですね。で、返済は自宅を売って、その売ったお金で返済をします。うん、お、なるほど。うん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 、なので今例えばこれが5000万の価値があるっていうふうに言われても、うん、5000万マックスは、ね、貸してくれないです。うーん、通常はだいたい5割とか、うんうん、多くても6割程度ぐらいしか貸してくれなくて、だから2500万円を貸してくれる、うんうんうん、で貸してくれるんだから利息がつくわけ で、うん、でだけども貸している金額は、まあ、例えば毎月一定金額だったらその金利がどん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 膨れ上がって。おお、聞けば聞くほどちょっと怖いんですけど、だからリバースモーゲージを受けているときに金利だけ払ってる。ああ、はあ、で、そうすると金利も動くので、はい、そこら辺のリスクもありますね。単純に言うと、その借りて、借りるときに担保権設定して、うん、で、銀行が対等権者になって、うん、で、お金を貸してくれる、うん。で、ある一定になったときにお亡くなりになる。お亡くなりになった場合に、その家を売って、で、銀行は回収するということですね。うん、なるほど。で、余った金額はどうなるかっていうと、それは相続にもあるし、うん、で、余らなかった場合は、この負債は相続になる。うん、おー、そうなんですね、うん。厳しいですね。そうなるほど。はい。ええーうん、はい。ここら辺もありますね。はい、まあ、だからこういう生産の仕方をするんです、うんうんうん。で、リスクですけども、うん、まあ、3つ大きなリスクがあります。はい。一つは金利ですね。金利上昇リスク。うん。今現状借りている金額もある場合なんですけど、固定金利であればいいんですが、通常は変動金利を設定される場合が多いみたいですね。なので、金利が上昇していくと、金利負担が大きくなってしまう。うん、そういうことですね。で、まあ実際にまあ年金としてもらっている場合、その分だけ金利が削られてきますので、うんうん、もらう金額が徐々に目減りしていってしまうとか、うんうんうん、その十分なお金を得られなくなってしまう可能性があるというのが、まず一つあります。はい。はい、で、二つ目のリスクですけども、うん、不動産価格の下落リスクがあります。はい。やっぱりその担保設定するので、先ほどの例で言えば5000万の家に担保を設定して2500万借りることができるんだけども、うんうん、まあそれは割合、まあこれを今回は 50% にしますが、ちょっとね、これ長い期間なの
で、うん、まあ5年後とかに価格が下がっている場合、ありえますね。はい。うん、で、4000万円になっちゃった。た場合は、その一定ごとにその担保の見直しっていうのが行われるので、はい、2000万までしか借りれないっていうことで、うん、まあ例えば2000万以上もうすでに借りている場合は、うん、返してくださいってことになる。おお、ほほ、担保割れしてるので。500万円分。まあ2500万借りて、まあ満額借りてて、で、ね、2000万ってなった場合は、うん、もう返してくださいと。ほうほう、厳しいですね。で、多くの場合、リバースモーゲージ日本でも使われてはいるんでしょうけども、うん、リバースモーゲージ自体が担保割れしてしまって契約終了になるケースっていうのが結構多いです。でその場合は、せっかく自分自身が家に住みたかったのにもかかわらず、うん、担保権設定されてそれが行使されちゃいますので、うん、なくなっちゃう。そう。おお、本末転倒です。そう。おお。で、それ、一括返済できればいいんだけど。なかなかそれは。それ一括返済できると取り戻せるっていう可能性はあります。まあでもそれができたらそもそもリバースモーゲージしてないんじゃないか説がありますよね。そうですね。で、僕自身もよく言っているのは、その不動産価値っていうの、不動産価格、今現状はね、もう結構上がってはきているんですけども、うん、短期的な動きとしてはね、まあ確かにそういう動きはあるんですが、人口問題を抱えているので、日本は、2050年、に向かってですね、うん、もう僕らはどん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 日本の人口が下がっていって、うん、あと10年20年の間は 1.5% ずつぐらいですね、人口が減っていく、うん、もうこれはもう決まっていることです。そうですね、はい、人口統計はもうほぼ 100% その通りになっていくので、うん、そうなっていくと不動産価値っていうのは都市部はね上がっていくというかそれなりにあるかもしれませんが、おそらくは今の想定から見ても東京都に関しても地価は下がっていくということに、うん、もう大体それが分かっているということですね、うん、まあもちろんそれは僕らのその生活であったりとか、まあその人口統計は変わらないけども、例えば人口流入があったりとか、まあそういうようなものがあればまた別なんでしょうけども、うん、まあ本当に不動産の地価ですねが上がっていく地域というのは本当にごくわずか、まあここら辺はね、無料の講座でお話ししてますので、はい、まあ、そちらの方を見ていただければと思うんですけども、はい、まあ、不動産価値の下落リスクっていうのがあって、僕からまあ付け加えて言うなれば、これから先、下落リスクっていうのは表面化してきますよということですね。うんうん、はい、3つ目のリスクとしては、長生きリスク。まあ、僕はあまり好きじゃないんですけど、うん、この場合はもう本当に長生きするとリスクになります。うん、っていうのは、担保価値が決まっていて、その分だけの融資枠が決まっているので、うん、もうそれ以上は借りれないんですよ。おー、はい。うん。で、じゃあそれをまあ分割してもらったとしてもですね、うんうん、何年まで生きたら、これ以上はもらえないっていうのは、うん、まあ言ったら計算出てきますよね。うん、そうですね。はい、うん。で、そうなってくると、もうそれ以上は借りれないので、うん、本当に必要な時に、あ、ないっていう状態になっちゃう。うん、うん。で、その時に、例えば契約終了で家出てってください。うん、生産しますっていう。それは大変じゃないですか。まあまあの高齢になる可能性があるじゃないですか。そうですね。では、はい、ああ、なるほど。で、まあこれがリスクとしてあります。はい。で、その他に、まあ、いわゆるデメリットとしてあるのが、対象となる住宅には制限がありますよっていうことですね。うん、マンションはほとんど認められないです。いわゆる土地付き一戸建て。まあ、マンションは僕自身もリスクだと思っているんだけども、うん、持っているだけで資産がね、目減りしていくっていうか、うん、修繕費とか、まあ、そういうようなものをずっと積み立てなきゃいけないっていうのと、はい、建て替えとかのリスクですね。組合全部、居住者全員のその総会において、3分の2とか、まあ、そういうような合意が得られないと、なかなか進まないっていうのがあって、うん、まあ、ここら辺は社会問題になっているし、皆さんも聞いたことがあるかもしれません、うん、まあ、分譲住宅であってもやっぱり自分自身の持ち物でありますけども、うん、それは区分所有ということで、うん、区分してる人たちの合意、それが一枚岩になるっていうのはなかなか難しいのかなと。人数多いですからね。っていうのがありますね。はい、で、年収制限もあります。年収自体も結構決められていて、支払いになる金額ですね、うん、まあ、それ自体も、まあ、ある程度年収に対して何パーセントっていうのもあります。さらに、まあ、推定相続人の同意っていうのが必要になってきますね、うんうん、あ、必要そうですね、はい、同意が必要でないケースももちろんあるんですけども、うん、それはまあ商品によって変わるんですが、うん、まあ、今一般的なリバースモーゲージの話をしてますけども、うん、その同意が基本的には必要になってくるのかなというふうに思います、うんうん、同意がなかったとしても、それちゃんと同意は取っといた方がいいですね。まあ、そうですね、うん。いつの間にか、俺、相続できると思ってたのにっていうような、まあ、親子間であったりとか、うん、いろいろね、不和が起きてしまいますので、うんうん、はい。なので、まあ、今挙げると気にがないですけど、うん、で、
そもそもリバースモーゲージのその担保価値っていうのは低く設定されるので、うん、今家売っちゃダメなのっていうことが僕の中から言えるわけですよね。ああ、はいはい。だって時価がまあ例えば今の5000万なのであれば、うん、5000万で今売れるわけですよね。確かにね。なんで売らないのっていう。そっちの方が、まあまあ、倍近く、現金が入る可能性がある。そう、だからここで一言言うのは、その家に住む必要があるのかっていうことです。またその家を残す必要があるのか。うんうんうん、で、残すって言ったら、それ一括で払わなきゃいけないわけだから、借り換えっていう程度もありますけど。うん、で、また、配偶者としても、まあ、こう、夫、妻がいて、まあ、夫が契約をしたとしたら、妻に移行できればいいんですけども、うん、その移行できないとか、まあ、条件があったりとか、うん、そういうようなリスクもありますし、うん、結構ね、難しいです。なんか聞いてて思うのは、総じて使わない方がいいんじゃないかという気持ちになってくるんですけど。まあ、まあ、めんどくさいですね。逆に使った方がいい場合とかあるんですか？使った方がいいっていうよりかは、うん、使う人の対象としてまあ今考えられるのは、うん、いわゆる相続人がいない、いわゆるその配偶者以外に相続人がいない、はいはい、まあ、その兄弟とか親とかはいるかもしれないけども、うん、少なくとも子供がいないっていうようなものですね、うんうん、まあ、相続対象者がいないっていうのはなかなか難しいと思うんですけどもね、うん、まあ、これから先ね、まあ、例えば兄弟においてもまあ言ったら一人っ子とか、うんうん、まあ、そういうような方がいらっしゃれば、まあ、兄弟いないわけで、親はもう両方とも死んじゃってるとか、ありえるね、ってなってくると、うん、もう子供もいないということであれば相続人いないわけですから、まあ、結局家残したとしても国庫に寄贈されてしまいますので、うん、あのそれやったら使い切っちゃった方がいいかなと、あで住み慣れたところでっていうような、うん、まあ、そういう考え方はまた一つあるのかなというふうに思いますね、うんうん、はい、それがまずかなりあるかもしれない、うん、僕の中では、うんうんうん、でまあそれ以外に利用した方がいいケース、そうね、なるほど、それほどまでに悩むということですね、逆に言うと金利上昇リスクも、ね、不動産価値の下落リスクも、うん、まあ今下がることはないにしろ、金利に関しては下がることはないにしろ上がる方はあるわけですよね。不動産価値って言っても、まあ不動産価値ここ数年は上がっていくかもしれないけども、うん、途端にまたこう下がっていった時に人口問題とか、まあそういうようなものを受けた時は、うん、まあ下がる一方なんだろうなというふうにも思いますし、確かに、いわゆる不動産価値があってかつ一軒家である必要があるので、うん、リバースモーゲージの場合ですね、うん、その場合だともう限られちゃうわけですよね、うん、その都心とかがないっていう状態になるし、で地方になっちゃうじゃないですか。そうですね。まあ地方都市か、まあ上で中核都市になると思うんですけど、もうそこは絶対下がっていくので、あの人口が下がっていくとですね。まあこれも皆さんもそのうちわかると思いますけどもね。はい。いや人口なんてそんなってゆっくりしか下がっていかないしみたいなふうに思っていても、もう僕らあと10年、20年とあっちまでですからね、うん、そんな時に人口がね、まあ言ったら1億人切ってとかっていうニュースとか、うん、でまた、9000万人切りましたとか、うん、今の政策が続く限りそうなってしまうでしょうね、うん、まあ、人口統計のグラフ見たら分かりますけど、えらい勢いで下がりますからね、えらい勢い、もう本当に真っ逆さまに下がっていきますので、そうそう本当に、まあ、そこら辺がまあ表面化、まあ、現実化した時に大変だろうなと、うんうん、その不動産の住宅ローン破産、今すごく増えているんですけども、それに加えて、モーゲージ破産っていうのが、新しいですね。で、しかも不動産価値が下がっている状態でっていう時が行使されるんで、残った金額あるかもしれないけど、金利負担とかそういうのも合わせても、ほとんどスズメの涙にしかもう手元にないっていう状態があります。で、それだったら今売ってしまった方がいいんじゃないのっていうのは、まあ僕にはあって。おまた最初に戻ってきましたね。はい、うん。で、まあ、で、売るって考え方すると、また別の制度とかもあるので、うん、まあ、そこら辺ちょっともう、ちょっと時間長くなってるんですが、簡単にお話をしますが、はい、リースバックっていう、その、制度もあります、うん。で、リースバックっていうのはどういうことかっていうと、うん、誰かに売るんですね。家を。はい。まあ、いわゆる不動産会社に売ると。はい。で、不動産会社はその金額を払います。だけども、その金額を払うんだけども、そこに住まわせてもらう。売ったけど、はい、住まわしてもらった。そう。だから家賃相当額を払うということになる。なるほど。まあ、そこら辺がごちゃごちゃしてて、まあ言ったら一括でお金金額を少なくしてっていうようなことは、まあいろいろ商品の特有のありますけども、あ、まあ、ね、まあいわゆるその制度としてはそういうこと。いろいろ考えますね、みんな。そうですね。本当に、うん、うん。で、そうすると今お金がある程度一括で欲しいっていうような場合でも、うん、まあそういうようなものが使えたりとかしますね。うん、で、さらにその家に住む必要がなかったとしても、まあ他のね、うん、人に貸し付けたりとか、うん、まあそういうようなことも可能かもしれない
はい、でこのまあメリットとしてはまあ売る相手を探す必要がないっていうのと即座にまあ金額が入ってきますので、うん、まあ、契約段階からすぐ実行が早いってやつですね、うん、ただまあここの場合はですね、まあ、売却金額当然それはリースバックっていう契約が入ってくるので、うん、それで主価よりも低くなる。で家賃相当額を払っていかなきゃいけないんですけど、家賃相当額は当然家賃を普通に借りるよりは高くなるっていうことなんで、まあ、二重苦が入ってきますよね。うん、そうですね。で、うん、それと、不動産会社自体が倒産してしまうっていう可能性はなくはないので、うん、まあ、銀行よりかはありがちですよね。おー、それありますね。で、そうすると、不動産会社が倒産して、第三者が手に入れたとき、その契約は無効になってしまいますので、うん、出ていけってことになっちゃいますね。まあ、こういうようなリスクは当然ありますね。リスクだらけですね、先ほどから。自分の家って必要って僕は思っちゃうんだけど。いやちょっとすごい、なんかリスクしか頭に残ってないもんで。そうですね。うん、まあその中で、リバースモーゲージってそもそもアメリカとかで生まれた制度なんだけども、うん、そのアメリカの方で言うリバースモーゲージっていうのは政府保証が入ってるので、うん、例えば先ほどの長生きリスクっていうところも、うん、年金でもらえる金額が1回設定されてしまった以上、うん、それが100歳だろうが200歳だろうが関係なくずっともらえるってやつですね。あ、その辺は政府保証、ね、はい、政府保証が。あります。で、しかもそれでもう払いすぎたとして、まあ言ったら借金が多くて株価値よりも低くなっちゃった、実際に売った時よりも、ね、借金の方が多いって言ったとしても、うん、それは払う必要がないっていうノンリコース型っていうことがあります、うん、日本にもノンリコースの形は住宅金融支援機構っていう、うん、まあ昔の住宅金融公庫っていうところがあったんですが、うん、住宅金融支援機構っていうところがまあ一応保証したリバース60っていうのが商品としてあります、うんうん、でそれには一部ノンリコースっていうのが選択できるんですけども、ノンリコースは当然そのリスクを負うわけですから当然条件が厳しくなります。そうですよね、はい、金利も高くなると思います。あ、そうですね、でそういう意味ではそのリバースモーゲージに、うん、関してそのリバース60のそのノンリコースとかって使うときにはさらにね厳しい条件になってくる。ノンリコースっていうのニーズがあって、うん、まあ、使う分には一つね、まあ、アメリカの制度に近いものになるかもしれませんけども、うん、当然まあそのハードルは高くなってくるので、うん、まあ、これもあの利用できるかどうかも含めてですね、うん、まあ、一定のデメリットはあるかなというふうに思いますね、うんうん、僕自身はそこの中でまあ今ねこう言っていろいろお話しした中で、はい、まあ、やっぱり住宅って皆さんにとって非常に重要なことっていうのはもう重々承知の上なんですけども、まあ例えば持ち家が欲しいとかですね。で、僕自身の義理の弟ですら、周りが家が買い始めたから私家買おうかなとかって言っているぐらいで、もうまあふざけんなと。お前もう、もし買ったら俺はもう何の視野もしないぞと。すごいです。それを修士の前で発言したんですか？いや、僕の前じゃないですけど、ね。ああ、どっか違うところ、ね、僕はまあ、ちょっとそれをこう、またぎきしたんですけど、はい、もう僕はもう本当にもう激おこぷんぷんなんですよ。もうふざけんな、そんなんで人生変えんなと、うん、自分自身の人生において住宅っていうのは重要だっていうことはわかるけども、うん、当然それに見合う金額が必要になるわけで、うん、でそうするとそのお金によって自分の人生が狂ってしまう可能性があるってことね、うんうん、まあ、そこはやっぱり重々理解した上で、うん、まあいろんな制度を使われたらいいかなと思いますね。賃貸が全部いいよっていうことでもないんですけども、うん、例えば、ついの住みかで、例えば住むんだったら、今のすごい大きな、ね、ものをダウンサイジングして、まあ、売ったお金で買う。もしくは、その売ったお金を元手にして、リバースもあるんですけども、それで住宅ローンをまた借りる。あ、はい、で借りるんだけども、そのついの住みかは、夫婦二人が亡くなった時、売却っていうようなやり方も、あるんで、そういう使い方であれば、うん、あっていいのかな、うん、まあこれだとノンリコースなので、うんうん、そうすると子供に対してもとか相続に対して借金を残すっていうような、うん、そういう不安もないし、うんうん、確かにそうですね。おそらくリバースモーゲージどういうリスクがあるんだろうとかどういうデメリットがあるんだろうっていうところも不安視されていることはもちろんあるんだろうけども、うん、一番のネックっていうのはその制度として、うん、子供とか孫とかに負債を残してしまうリスクがある、うん、確かに。で、しかもそのリスクは結構高いリスクとして金利上昇リスクとか不動産下落リスクとかってあるし、うん、自分自身の長寿、まあ長生きのリスクとは言いたくないですが、まあその長生きっていうところがあって、で、それで起こってしまう可能性があるので、うん、で、そうするとやっぱりちょっと踏み切れないっていうことがほとんどなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ね、うん、で、当然それは本当にその通りなんですけども、うん、まあそもそも今の自宅に住む必要があるのか、うんっていうところから、まあやっぱり考え直してほしいなというか、まあ考えてほしいなと、うん。で、それでもう本当にどうしてもここに住みたいんだと。
まあ、そういうリスクも踏まえて、住みたいんだっていうことであれば、まあ、行って使う必要があるのかもしれない、うん。まあ、使ってもよろしいのかもしれない。その人の人生ですからね。うんうん、はい。で、いいかもしれないですけども、まあ、先ほど言ったように、うん、まあ、その売却をして、売却すれば今の金額の時価で売れるわけですから、うん、まあ、その金額から、まあ、元手にして、まあ、次の住みかを買って、まあ、ダウンサイズの小さな家を買う。まあ、で、それで売った値段でも買えないということであれば、うん、まあ、一定のローンを組んで、で、しかもそれで、リバースモーゲージと同じような仕組みで、住宅ローンはある程度の金利だけの支払いで、うん、最終的にはその家をまた土地を担保権を設定して売るというような形もあります、うんうん、で、まあ、それはリバース60の商品でありますけども、うん、まあ、それ以外に、まあ、三菱 UFJ、信託ですかね、うん、そちらの方だと、まあ、全てのリバースモーゲージの利用者が一定の拠出金を出して、うんうん、で、そういう長生きリスクであったりとか債務が残ってしまったっていうリスクに対して全員が負担する、うんうん、まあ、いわゆるそのリスクをみんなで負担する。昔ちょっと取り上げたグランエイジみたいな、そのトンチン性のあるものですよね、うんうん、その長生きする時のリスクであったりとか、まあ、そういったものを、まあ、言って全部同じリスクを抱えている人たち、うん、で、共有して、お互いに助け合うと。例えば、早くに死んだ人、また、長く生きた人、まあ、それぞれあると思うので、うん、まあ、それらを相互保管して、みんな家を担保にして売るというところは変わらず、うん、で、みんなで生産を終わらせてしまう、うん。意識としては、やっぱり、まあね、相続とかそういうのもしたくないとか、うん、残したくないとか、喧嘩させたくないとか、まあ、そういったいろんな、まあ、ニーズがあるとは思うんで、うん。うん、まあ、そこら辺はね、リスクとか、まあ、デメリットを理解した上で、重々ちゃんと調べてですね、うん、されたらいいのかなと思います。安易に飛びつくものではないというふうには思います。うん、はい。はい。まあ、以上ですかね。はい。はい。じゃあちょっと長くなってしまいましたけども、何か参考にしていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。動画をご覧いただき、ありがとうございます。これからもお金に関する役立つ情報をお届けしてまいりますので、もしよろしければ、チャンネル登録をお願いいたします。また、マネーセンスカレッジでは、無料で受けられる講座を多数用意しています。気になるタイトルがあれば、ぜひクリックしてみてください。それでは、次の動画でお会いしましょう。